パリ共同テニスの全仏オープン第5日は30日パリのローラン・ギャロスで行われシングルス2回戦で女子の世界ランキング83位の内島萌香、安藤翔剣が全豪オープン覇者で第2シードのベラルーシ出身アリーナ・サバレンカに2-6-26でストレート負けした男子では元世界ランキング4位の西堀圭ユニクロが前日に雨で中断した第15シードのベンシェルトン 米国と試合を第1セット途中から再開する。第16シードの加藤美依、ザイマックス、ナディア・キチェノク、ウクライナ、グミ、ホズミエリ、日本住宅ローン、二宮誠、エディオン、グミの女子ダブルス1回戦は前日に続き雨で順延となった。